ハロー皆さん、どうも。ウロスピ2020ペナント編、阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、いつも通りですね、試合ダイジェスト設定、得点チャンスで俺がプレイしていくので、よろしくお願いいたします。じゃあいきますか。試合ですね、先発はお前かよ名前でも呼びたくないゴミピー来ましたね。中田、あ、呼んじゃった。お前ちょ、俺を出れさせてくれ中田。お前マジで論外やからな、今んとこ。論ズルに値してないから、ほんまに。糸井さんがうんこか。うわ、高山も中谷で。大山の代わりに北条はちょっと入れづらいね、早球がうんこなの で。中谷3番はちょっと弱いので、サンズ、マルテ、木浪、中谷でいいか。よし、これでやっていこう。OK。フィールドプレイじゃない、なしにチームプレイですね。オッケー、よし、やっていこう。桑原、マジ桑原欲しいんやけどな、ぶっちゃけ。いいね、このスタン。あ、ってか外は、外おらんの楽やね。お、いきなり来た。みんなこれ始まる前に僕体重計ね、前アマゾンで買うたって言うたっけ、みんなに。50キロ切ってましたねやばすぎる、もうガリガリすぎだろ俺と思って。そんな別にな、セータータッパーあるわけじゃないから俺、チビやからさ、別にいいんやけど。これは抜けない。こないだってか昨日一昨日51とか、いや50とか51、まあ、乗ったら変わるからな、体重計なんか。なんかアマゾンで出てくる体重計のレビューって全部そんな感じなんよね。乗るたびになんか変わるっちゅう。まあ今超コンパクトな2000円、3000円ぐらいのやつかな。しかも今のアマゾンのレビューって大体がなんかさ、桜っちゅうか、めちゃくちゃ怪しいやん、なんか。ボットみたいなんしかおらんし。ボート、まあ、業者みたいなレビューしかないから。どれを信用してええか分からへんちゅうね。高評価のやつこう取ったらええだろうっていうわけじゃないんよな、今。うわ、やばい。動揺してますね、自分の体重に。まあ、でも50前後キープできてるのはまあいいか、この年齢で。太るよりはマシだろ。パンとかはね、ちょこちょこ食うてるんですけど、やっぱポテチ、あのスナック菓子やめとるんがでかいんかな。何年も食うてないのが。タバコとかアルコールもね、一切摂取してないので。うまい。これ大山っぽいな、なんか打ち方。これはさすがに桑原でもツーベースいけるでしょう。セカンド、セカンド。オーケー、ナイス。だからみんな僕とね、リアルで追うたら、ちょびっくりすると思うよ。なんかお前あれやな。声はそこそこ低いのに、見た目はなんか可愛らしいなって感じで。ちっちゃくてなんか細くて可愛らしいなってびっくりすると思う。声はすっごいおっさんやろ、俺。ギャップ萌えってやつですよ。高身長イケメンと思わん方がいいよ、みんな俺を。どう？どちらかというとね、もう自分で言うんはほんまにきしょいんやけど、そう、可愛いからね、私。可愛い部類のあれなので。あ、回ってなかった。対右2割9分、いきなり上げてきたな。まあ、それでこそな、阪神で言うところのウエポンタイプよ。まあ、ウエポンイケメンか。かわ、まあ、でも、ウエポンどっちでもいけるな。可愛いでもいけるし、イケメンでもいけるしっていう。最高やん。まあどちらかといえば俺は可愛いの方に曲振りしてる感じ。これはうわ、ストライク、マジ。
キモいな。ヤマトでも取れんだろこれ。おい、打ちやすいわ。おい宮崎びっくり。ないバッチ。なんかベンチな、ほんま神器臭いな。ベンチ改善してほしいよな。明らか手抜いてるからな。パワープロもプロスピも。ベンチの感じ、雰囲気。うわぁ。初回とかな、2回3回にドリスがおったからね。おかしいだろ。くっそ。いやこんな中田全く信用してへんからな。点取ってやらんと。なんでお前のために俺がこんな打たなあかんのっていうのはあるんやけどな、正直。中田ごときのために。いや中田はほんまこれプロスピ2年目はせんと思うけど、2年目があるなら中田は速攻クビですね。うん、まあ、1年限りだと思うんですけど、このシリーズ2年はさすがにもうないわ。パワープロもやりたいしっていうのがあるのと。ナイス、打ちやすいわ。東能力がやはり劣化してるのか見てないけど。あ、そうや、プレステ5でやったらもっとええ感じでヌルヌルするんかな。プロスピって互換性完璧やったっけ、 PS5 って。ってことは PS5 でこのプロスピを動かすことによって何かしらが改善されてる感じがあるかもしれんね。たまにカクつく、まあ、カクつくことはないけどな。スイッチ版のパワープロみたいに、あれはほんまひどい。いいよ、見れてる見れてる、もう見れてるね大山。いいよこれはね、見ます。まあ、超甘いですけど、いいんですよ、うん。見ていいんですよ。これはもういった。完璧。久しぶりやな、この。もうなんか自分から呼び込んでのホームラン。いや、もう完璧。こんなな、ホームラン打ったん久しぶりちゃうか、大山で。引っ張って。いやー。育った。うん。俺が育てた。大山はな。東。どんまい。どんまい、どんまい、どんまい、どんまいやん。なあ。羞恥心。か、ジーター、うざいな。か、ジーターに。お前な、打たれすぎないよ、絶好調に。ボコ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 。はい、まあ、これぞ中田やな。ザ中田。ほんまザ中田って感じ。はよ、2軍行かして。消えろ、ほんま。中田ファンには申し訳ないけど、僕、中田に思い入れなんもないから。どっちでもいいんですよね。うまい。さあ俺のこのね才能、マジ俺プロスピの大会とかあったら出てええんじゃないかな。めっちゃうまいし、ミートほんまにバッティングセンスなら誰よりもあると自負してますからね。うん、モサどもかかってこいやっていう精神ですよ今の僕は。まあモサが見とるかどうかわからんけどな。かかってこいや。ピッチャー変わってるけど、はい、まただ、またじゃん、またじゃ、またじゃ、おう、こんなこと初めてですね、1試合2人の選手で引っ張ってホームランとか、なかなか俺がやれんことをね、なんか平然とやってのける、怖いですね、今後なんか打てなくなるんじゃないかという、逆に。
ま、打ちすぎなのも困ったものです。困った困った、コマ取り姉妹。ほう、まあでもサンズって頻繁になんかしょっちゅう、え、一回だけかな。大山の方がいいだろ、サムネは。これはザキヤマさん、ザキヤマじゃ宮崎、イケメン砂田が出てきてますが、さっきから出てきてますが、その売ってるという感じで、中谷ひどいなお前。はい、これは桑原取れんだろう。いや、横浜ベイスターズのピッチャーめちゃめちゃ打ちやすいわ。ま、ここが阪神との差やな。うん、お前ら横浜の P と阪神の P じゃもう格が違いますわ。おし、見れてるね。まあ、今のはね、超外れとの、外れとったんで。これは見ていいですね。さあ、次引っ張ってまた行きますか。あ、流した。でもこれは、当然落ちると。いや、砂田もこんな打てるんか、俺。やべえ。三島、17試合投げて、おいおい、こんなピー、こさし大丈夫か、お前。17試合で防御率 1.93。まさかの敗戦処理として出てきた。ロングできるピーが三島しかおらんのか。もう中田とかほんまどうでもいいから、早終わってほしいんやけど。やべ。ほんま適当に振ってる。適当適当。あ、適当適当適当。あまりにも適当すぎてびっくりしてます。いいよいいよいいよ。お前中田お前行け。9回まで行け、普通に。あ、ほんま。OK?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  うわ、ヤマト最悪やん、お前。エラーしとるやん。いいよ。マジピッチャー変えんで、ゾシーピー。いや、梅野とかも休憩させてええんじゃないかなって思うんやけど、まあいいか。梅野出ずっぱりやからな、ほぼ。いや、三島、球速い嫌やな。俺、球速い P は大っ嫌いですから、好物ではございません。克服したいところ。やばい、反応できてないよ、今の。こんな大外しのボール。走っていいかもね。いや、いいや。うん、無理無理無理。危ねえ。走らんでよかった。押し、中田行け。うん、振り遅れてる。うわ、三島うぜえな。こいつ変えてほしいわ。ちょ、球数稼がせるか。ボールちゃんと見よう。いいよ。いいよ、見てる見てる。いいよいいよいいよ、中田。いいよいいよ。あー、こっちみんなボケ。で、守備とかもなんか、あー、近本から始まっちゃう系か。オッケー。なあ、お前さ、オッケー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 。武藤来た。いや、マジかよ、お前。相手調子ゴミのような選手が出てこんぞ。顔色が大丈夫か。うわ、島本もったいね。これはね、守備を交代させますかね。でも近本に変えれる選手、あ、おったわ。エゴシか。あ、特に他はいいかな。ウエポンとかこういう時に出しちゃっていいんですけど、ウエポンを出そう。ウエポンも出して、もうとりあえず、ヨーカワとかも出そうぜ、一塁で。うん、キャッチャーも坂本とかに変えよう。オッケー。こんでいいや。はい。うわ、いや、ヤマト
お前を放出してよかったわ。ありがとうヤマト。そうやな、もうヤマトもな、35近くなってきてるから厳しいよな、守備も打撃も。さすがに32とかを超えてきたらもう野球選手は徐々に劣化始まっていくと勝手に思ってるからな、俺的に。あ、ユースケ大山か。へえ、誰かな思った。あ、お前4打点、俺や。お前よ、活躍してくれたもんな。12安打で11得点やから、もう見とるファンはもうウキウキやろね。現地のファンは。あまりにも効率良すぎて、阪神じゃないみたいとか思っとるやつおるかもしれん。いや、これが阪神ですからね、皆さん。勘違いしないように。この効率的な野球できるのが、今のうちですから、そこは皆さん、勘違いなさらずにお願いいたします。ということで、いかがですか。まあ、普段打ってないような選手が打ってるな、って感じ。もう中田、お前ほんまようやったけど、できれば9回まで行っていいぞ、このおっさん。なんかみんな、どうしたみんな。すげえ成長するやん。浅村、ピッチャーか。浅村2世かと思う。いや、そんなだったらもう浅村取るんかいっていう話だね。いや、楽天の浅村欲しい。はい、手抜きまーす。梅原大吾、2試合目手抜く。それと同じフィールドプレイ。西、池西。うわー、相手の顔色バカにしてたらこっちも顔色ゴミになってるやん。お前これやん、ま、腹立つわ。まあ、ちょっと今回は皆さんちょっと休ませたい。糸井さんさ、北条怖え。北条一塁できんのほんまでかいのよな。上ポンで。で、サンズ変えて、エボシ。はい、今日はちょっと手抜くわな。で、梅野も、ちょっと、坂本にしよう。今日ちょっと坂本操作したいから。うん。めっちゃ坂本操作したいからね。今の俺。ライト中谷かな。高山、ウエポン。うわ、3番適正ある打者が、一人もおらん。高山か、むしろ。だな。だこうだわ。木南、ちゃ。ウエポンをここに持ってくればいいよ。木南、ウエポン、ピープルズだろ、右。ウエポン、高山、マルテ、糸原、中谷、江越、坂本で。うはぁ、これ勝てたらすげぇ。よし、これでいこう。いや、これはほんますごいよ。生え抜き。生え抜きしか勝たんってやつよ。え、ほんまに生え抜きだけか？生え抜きだけやな。すげえわ、これ。で、坂本で。まあ、ピッチャーは生え抜きじゃないんですが。バッター、はい。さあ、久しぶりに坂本操作できる喜び、噛み締めていこう。うん。打率2割1分9厘か。まあ、横浜打線はいつ爆発するかわからんからな。そこで注意していこう。お、ヤマトなんか、顔かわいい。めちゃくちゃ目パッチリしてるな。しかもなんかセカンドにヤマト回ってるわ。おっと、これはもう守備が劣化し始めたんかな。柴田の方がマシになってきたってことか。まあ、幸先はいいですね。ただ、これまた俺がそんな信用してない西。お、江越がフォアボール選んで坂本。うん、まあ、でも次、ピッチャーやから、打つしかないですね。ピープルズ球、ちょっと早い。あー、やばい。
細いな坂本。めっちゃ手細い。ああ、いやーこれは城島。く。2010年よく見た光景。あれも11年前って信じれますか皆さん。城島が2010年におってその試合をずっと僕は見てたんですが、ブラゼルとかのホームラン、マートンも来てな、11年前やで。嘘だろって思うけどな。俺2010年に液晶テレビをね、買うてもろたんよ、うん、親に。そう、なんか大学入学祝い、入学って、そう、大学行けるっていう。まあ俺大学な、あれ何も試験してへんのよ。なんか面接だけで通ったような感じのあれなんだね。しかも、もうびっくりするで。そんな別に、ヤンキーとかがおるとこじゃないよ。エフランとかそういうのでもなかったと思うんやけどな。面接っていうか面談に近い感じで、なんでこの学校を志望したんだ、希望したんですかって聞かれたときに、正直にね、家から近いからですって言うたんよ。ほんで受かったから。もう理由なんてどうでもよかったんかっていう。別にほんまに何べんも言うけど、うん、そんなマジで荒れてるような大学じゃない、うん、健全もまともな、全然まともな大学だったんやけどな。家が近いからですでな、通るってやばくない？逆に。11年前か、早いな。あ、でも2009年かな、あれ2010年、2009年の10月とかやな、面接に行った。そうや、懐かしい。あの頃にでも戻りたいとは思わんな。そんな楽しくなかったから。今の方が全然いい。昔の長いような学生生活楽しかったっていう人おるけど、あの頃に戻りたいかって聞かれたら別にって感じじゃん。うわダメだ、全然腕、むしろ俺はあれよ、あの頃もっと楽しんどきゃよかったなってお前らに伝えたい。だ今なんかな、学校嫌やなって人はマジ全力でも遊んどけ、ほんまに遊んどった方がマジでいいから。だって俺ほんまな、俺もその勉強めっちゃ嫌いでほぼしてなかったよ。テス弁とかめっちゃめんどくさーで。うーわ、まあ、まあ、勝ったし全然 OK ですね。坂本好リードやな。これでいて、そう、高校も行けてるし、そう、中学の時もね、テス弁とかログにしてませんでしたからね、僕。親にしろって言われてたけど、してなかった。塾も行ってたんですよね。塾も行ってたけど、でもちょっとごめん。中学時代に関しては塾に行ってて、そのおかげでちょっと点数取れてたところはあるから、テストで。ちょっと中学時代遊びまくってたっていうのはね、ちょっと語弊があるわ。テス弁はでもしてなかったな。自主的にね、家でやろうとは全く思ってなかったし、やってもなかったんやけど、塾にはちゃんと行ってたから、まあ、そのおかげっていうのもあるか。まあだから、中学より高校やな。うん。もう高校のテストとかクソだりーとか思ってる人は、俺みたいなクソみたいなアホでもね、卒業できてますから、大丈夫。あんま心配すんな。なんせ俺は、高3の時に、こう前も言うたけど、数学で0点を取ったことがある男やからね。びっくりしたよ。クラスの、おったどんなアホよりもさらに俺がアホだったっていう、そのどんなアホを上回るアホが俺だったのよね。やばくないか。あグッチか。え、すげえ成長するやん君。やべえな、打撃能力すごいことになった。まあ、でもあんまつこてへんからな現状。やっぱ梅野の守備力には帰れんわ、さすがに。キャッチャーってやっぱ守備よ、結局。これ25分。ああ、ほんなら、あれやね。8回からプレイして、サクッと終わらそう。おい。ちょ、うんこしたいんよな、ほんで、さっきから。そう。
なんか学生時代のなんかエモいアドバイスをなリスナーに送ってるつもりだったんやけど、個人的にそのなんかうんこ我慢しながらねそのアドバイスを送ってたっていう。あ、原口めっちゃ良くなったね。いいね、パワー C やっていいやん。ただもう控え、これもうお前らやる気あるんか。お前中谷までうんこになってるわ調子が。うわマジでお前ら、え、何してんねんこれ。で糸井さん使うんだったらサンズの方がいいか。え、左ってどっちが強い。あ、糸井さんの方が右か。相手平でしょ。右は糸井さんの方がいいから糸井さんでいいや。オッケー。またこんな変ななんか打線でやらなあかんのか。まあこれでいいですね。はい、これでいきましょう。センターは江越で。オッケー。でこれはチームプレーでいいんかな。ピッチャーの方を操作するから。いっつ、大丈夫かな。今筋ちごと思った。大丈夫や。脇腹の危ねえ。で何の話してた。ああ、だから高校時代遊びまくっとっけって話か。今工房の人たちね、厨房じゃのうて工房の人たちはもう誰も使ってへんけどな。工房とか昔もう2000年前半とかみんな高校生のこと工房とか言うてたやん。あれよ、ヤシとか言うてたやろ、家具師って書いてヤシヤシヤシって言うてたやん。あれと同じ、あれと同じニュアンス。ほんま鉄弁やした記憶ないもんな。まあ、それでいてまあ点数ギリギリだったけどな。一歩なんか一問でも間違おうとったらちょっとやばいなって感じだったんやけど、まあそれでもいけましたから。うわ岩佐だやべえ。え、これ8回からやる意味ある。まあでもみんなテス弁はせんでもええかもしれへんけどね、提出物はちゃんとした方がええよ。俺は最後までその提出物の方にもうゴミゴミしてたから、最後の最後まで卒業するまでな。高3の時、高3の時ね、そのまあ提出期限までに間に合わんかったのがまあ卒業間近まであってですね、まあそれでまあいろいろっていうか、まあ先生に怒られたりもしながら、まあなんとか提出はできて、まあ卒業できたんですけど、やっぱ提出物はねちゃんとしといた方がいいですマジで。期限までにね。9回ないなこれ。あ、藤波や。ここで藤波操作できる喜びをかみしめていきましょう。神ドワープを藤波、おーもうやばいこれは。え、なんで行かせたこの藤波。ちょ帰るわ。無理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 。こんなお前ちょ待てよ。藤波の調子見せてくれ。え、おーい行かすなって。島本で行って、あ、打者一人と対戦戦そうだった。やべえルールお前忘れてるやん。野球の基礎的なルールやばすぎる。もうお前ほんま調子、いやほんまやばいってこのゲームマジで。何も考えてないや、俺調子重視にしてる思うねんけどな。あれパワープロだけや。いや、どうだろう。なんか CPE 操作するときも調子重視で勝手に采配してくれようにしたんやけどな。パワープロの方かあれ。俺だけの島本が出てきたということで早く終わらせましょう。まあ、俺だけの島本なんでね、当然みんなに島本は渡さん。やべやべ、あ、やべ。開口横浜久しぶりに聞いた。
チェンジャー、いや島本やっぱええわ、操作すげえしやすい。あ、裏切り者対右1割4分やけど対左3割打っとるんかこいつ。やばいやばい、いやまあ大和は、うーマジ大和お前キモいキモいキモいわほんまこいつマジで。え、いや今の取れたけどな、うん、いや取れたよ、いや取れたけど分からんやん、あんな瞬時あんなん瞬時に判断できたらお前ニュータイプやんお前。いや俺ちょっとアムロになれるって。もう最後はこのね、おまたゆるゆるスローカーブで、ドヒワイな言葉つこてもうた。はい、ロペスサンキュー。エゴシ、エゴシ、エゴシ、エゴシ。サンズよりエゴシの方が信頼できるだろう、こんな。はい。いやー、キモいわ、今のは。ヤマト、ほんまに、お前、許せ、パットン出てきたし、僕の顔色ゴミのパットンから、しかも顔色ゴミの近本とか勝負して、空振り三振でゲームセットと。はい。まあ 2連勝したんでいいっすよ。うん、5番が1得点勝負。いや藤浪をあそこが生かす、クソゴミの無能 CP 単細胞の低能のミソッカスのゴミが放送禁止用語連発。うわー平いいなー、巨人を出る喜びを知ってモテるやんけお前タイラー。サッカーでいうところのバルサ、バルサだろ巨人ってな。バルサを出る喜びを知った選手という梶谷。いくっそー、いやこれはね、いや高山、うん、木浪ひどいわ。え、木浪って今打率なんぼなん。もう糸井さんとかはもう論外なんですけど、2割8分8厘。いやでも木浪3割打ってたよな、だいぶ下がったわ。うーん、うわ藤浪、いやもうこれは俺の責任や。もうあそこで生かすアホはどうにおんねんちゅう話だしな。ここや、ここじゃって聞こえたわ今画面からな、画面の向こうから聞こえたわ、ここにおるわってな。はなめとんかお前、いてこますぞ。はい、じゃあ今回はここまでですね。はい、次回読売戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。